i 1 1 i 11アイナ I-11 は1950年代にスペインで製造された民間向け多用途機である。もともと I-11 はスペインの航空機会社のイベラビア社によって設計された本機の2機の試作機の初号機は1951年7月16日に初飛行を行った。この機体は固定前輪式の降着装置と並列複座の コックピットを覆う大型の累積系キャノピーを持つ、保守的な構成の低翼端容器であった。飛行特性は、満足すべきものであったが、量産計画が立てられる前に、イベラビア社は、アイサにより買収された。新しい経営陣は、開発を続行することを決定したが、 キャノピーの小型化とオリン式配置の降着装置への転換といったいくつかの設計上の変更を加えた。この仕様で民間航空局局長からスペインの航空クラブで使用する70機分の発注を受けて量産に入った。その後スペイン空軍が練習機と連絡機として125機を発注し、さらに座席を サンデム配置にしたメーカー名称 I-115、空軍での名称 EQ を200機要求した。I-115 は 112kW のエンマティグレ、倒立クレーエンジンを装着したより大型で重い、機体となった。レフ、イコールジェーンズオールザワールズエアクラフト1969から70。ありがとうございます。